今回も橋作りをやっていこう。いい加減全部を一発クリアできるようになりたいな。既存のステージ以外にも、こうやって、ウィークリーのチャレンジもあるみたいやし。私ならばきっと余裕だね。毎度毎度、どこからその自信が溢れとるんや。自信発生期かな。ということで、最初のステージはここ。中央に土台のある、普通のステージかな。車も郵便車とジープ。若干重いけど、そこまで重すぎる車ではない。ははん、なるほど。この中央の上側を通さんと、星が取れないようになっとるんや。かわいいの発見。あれ、橋作りは？幸い二つに分かれているから、まずは、左側を完璧に作ってみよう。ここは普通の直線かな。まずは普通に敷いて、間隔を研ぎ澄ませて支えを設置。橋作りに間隔っているんか？さあ、どうだろうか。あ、ダメやこれ。なんだと。いらんいらん。当然すぎる結果やから。どうやら、ここが原因で落ちてもうたみたいや。貧弱な支え目。それを生み出したのはボスちゃんやけどね。ならば、鋼鉄の支えでより強化。これで言ってくれるはずがないから、もっと改善案を模索しよう。もう負け惜しみにしか聞こえんな。はい？あかねちゃん、負け惜しみって言った方が負け惜しみなんだよ。負け惜しみについてはその理論外やぞ。完全すぎるほど強化した。もう海王剣使ってる悟空くらい完全。まだまだ余地があるぞそれ。さあ、負け犬とチキン野郎と罵ってきたあかねを見返そうと思ったけど次からにする。一生負け惜しみしとる。負け惜しみ発生期や。まあ、もともとやり方は知ってたんだけどね。よりドラマチックにするために、失敗しただけに過ぎない。なら一発目からやってもらえませんか？これできっといけるはず。あ、でも今回のはいけたみたい。え、いけたの？ボスちゃんが言う？これで左側は完璧。あとは右側だけ。こうやって分割すれば、簡単な橋やから、せめて一発で行ってほしいけどな。まず道は同じように作って、鋼鉄をベースに橋を作る。しかし、前もって言うと、今作るこれでは成功はできないだろう。あ、そうなん。これはあくまで試作。これを踏まえて次作るのが本命。ほほ、まずは、どんな感じか確かめるんやな。石橋を叩いて渡るとも言うからね。はっはっは。石橋を崩壊させまくったやつが何を言う。あれ？いや、成功しとるやないか。まだ、まだだ。きっとこっちの車が落ちるはず。落ちろ落ちろ。なんで落ちるのを願っとるんや。まあ成功しましたけども。はじめから狙って、だ、よ。嘘をつ。シュピ。気を取り直して次のステージ。ボスちゃんだけやけどな、気を取り直すのは。どうやらこのステージは、中央に大きな大きな船が通るから、それを越える橋を作る必要があるみたい。ははん、アーチ系の橋やな。あれ、アーチやないん？ちょっと気になったのだけど。ガッチガチの橋を作ったら、船の方が壊れるんじゃないかなって。何の調査やこれ。耐えるんだ橋くん。自分を信じろ。ああ。惜しいな。惜しくはない。決してな。己橋くんの仇は取ってくれよう。我が鋼鉄の橋壁を食らうがよい。まずはこうやって、カーブの道を作ってく。何今の。なぜ何もなかった風にできるの。ここの調整はギリギリにして、橋を伏せず。ちょっと必殺技を編み出したのだけど。必殺技？まず、こうやって支えを作って、選択してコピー。これで反対側にも、左右対称で配置できるようになった。おお、ほんまに革命的やこれ。あとは忘れてた支えをつなげて、中央部は上にくっつける。なんか今までで一番綺麗やない？出てしまったぜ。本気。おお、これは美しいわ。むぅ。唯一の心配は、このレッカー車の馬力で、このアーチを登れるかってところやな。きっとやってみればわかる。さあ、登ってみせるのだ。あ、でも登れた。橋の通過も問題はなさそう。うまいこと橋にかかる力も分散できとる。すごいなこれ、ちゃんとできとるやん。やったぜ。毎回こういうのを作ってくれるんとええんやけどな。こんなんではなく。善処します。お次はここ。久しぶりのデロリアンがいるステージ。久しぶりの登場や。ステージは、ちょっと高いところにゴールがあるみたいやな。ほほう、簡単そう。そうか？こうやって直線で行けるのだからだいぶ楽。支えも元を作ってから、コピペしてけばバランスも良くなる。こう見ると、コピペはすごい発見やわ。完成、とんでもなくバランスのいい橋。いやでも、ちょっと両脇が怖くないか？大丈夫。
きっとこれも一発で。両脇からがっつり支えるか、ここに不思議にある土台を使うんかな。おお、なるほど。じゃあこうすればいいかな。なんかすごい歪。一回試しに走らせてみよう。もしかしたらデロリアンだからいけるやもしれぬ。うわ、ほんまいけたわ。おお、さすがデロリアン。デロリアンならいけると信じてた。デロリアンにそこまでの特性はないからな。シュピ、お次はここだね。どれどれ。ははん、これは橋を作る場所、支えを作る場所が決まってるな。その範疇でどういう置き方をするかが大切なやつやわ。なるほどなるほど、私を試すとはいい度胸だ。このゲーム全てで試されてますけどね。あら、かわいい車。聞いてない。よほど大慌てだったのか、洗濯中に洗濯物を入れたまんま運んでいるみたい。慌てながら洗濯物入れて運ぶってどういうシチュエーションなんやろうか。じゃあまずは橋を普通に設置、あとはレールの上を歩いているようで気に入らないけれど、指定されているエリアに支えを作る。これでいけるかな。真ん中がちょっと重そうではあるな。やってみよう。タハー。タハーではないのよ。橋を落としておいて。さらに支えをつけると、タハー。タハーやめて。もしかしたら全体が重すぎるのかもしれないから、真ん中の支えを撤去し、代わりに木の支えにする。ほほ、いい判断。タハー。言いたいだけですよね。タハー言いたいだけですよね。さらに下に支えとなるポイントがあったから、そこにも支えをくっつける。これでいけるはず。左右対称で綺麗ではあるからな。今までのよりはだいぶマシやわ。おお、完璧。80% 近くまで負荷がかかったけど、なんとかって感じやな。今回は調子が良くてすごく楽しい。じゃあその調子で次やな。これは何だろうか。どうやら、とんでもなく長い橋を作るみたいや。なぜここを渡ろうと思ったのか、諦めた方が早いと思う。なんて元も子もないことを。やはりリムジン、富裕層がきっと、無理な命令を出したのだろう。そんなバックグラウンドを気にする奴はおらんぞ。でもちなみに、ここはこうやって基礎が使えるから、どうやって基礎を使うかがポイントになるやろ。いらないよ。え？こういう基礎を使うのは四流。四流投稿者。おい、こら！私くらいになると、支え謎に頼らない、エコな橋を作れるのだよ。いや、基礎を使った方が、絶対安全やと思うんです。気持ちいい音。もう好きにすればいい。ここもさっきと同じく、元となるものを作ってコピペ。真ん中は、さっきの経験から木製にして、重量を軽減。オッケー、完璧すぎる。なぜこれを完璧と思えるのか。さあ、どうかな。まあこうなりますわな。え？ボスちゃん以外。わかった。支えを作って、柱を作り、ロープで全体を支える。これで一部の隙もないはず。オッケー。やけになったぞこいつ。ちなみにどうなるのかな？ああ、もうとんでもないことになっとる。もうこことか支えがジャバジャバしてもうとるわ。ちょっと可愛らしさがあるね。ない。じゃあ真面目にやろう。やはり基礎は必要。マップに合わせて適切な基礎を選ぶことこそプロの仕事。手のひらくるくるやない。でもちょっと悔しいから、極限まで低い基礎。これだと普通に落ちてしまうから、さらに2つ追加。なんでそんな極細支えなんや。きっとこれならいけるはず。がっつり基礎を使いよったぞこいつ。さあ発進。一流の職人の織りなした素晴らしい橋。これなら何千両の車が通っても大丈夫。やはりロマンよりも安心安全が民のためになるのだ。言ってることが2点3点以上変わってるなこいつ。オッケー。最後はこのステージ。ほほ、結構ごちゃついたステージやな。パッと見はごちゃごちゃしているけれど、それぞれをそれぞれの目的地にただつなげれば、割と簡単な作りってのがわかる。あ、ほんまや。意外となんとかなりそう。あとは支えを適当につければ。いや、適当すぎるぞい。さあ、どうなるかな。ああ、あれ？もう開幕で 68% 言ってましたもん。やっぱ適当はあかんのやな。こうやって、ある程度綺麗に作る必要があるんやで。むぅ。まあ、見ててみ。落ちろ落ちろ。やめてもらえます。絶対友達いなくなるでそれ。むぅ。まあ、こんなもんやな。ボスちゃんのできなかった橋を作れた。つまり、うちのがプロってことや。